はい、皆さんおはようございます。母ちゃんが母ちゃんがハッピーな散歩をしております。休憩。はい、ということでね、今日はもう収穫がないんでね、いろいろやっとるわけですが、まあ明日明後日でね、ここを最後植えて年内定食作業終わるんで、それのまあマルチを張ってる途中ですけども、まああと1本引いてね終わるわけですが、まあそれにしても暑い。今ね3時ですよ。3時で、今の温度計は影にあってもあの温度ですからね、それハウスの中はこれ汗出ますわ。ということで今日はまああと一本引いて、まあ片付けがあるんでね、それやって終わりですけども、そんな今日は2020年12月28日でございます。それでは今日も張り切ってハッピーチンゲンサイ。はい、ということでね、マルチ引き終わりました。で、明日ね、まあもし元気があればもう1日で全部植えてしまってね、もう そこで終わりにしたいんですけども、まあいろいろ他にも用事があるんで、おそらく半分ずつということになるとは思いますが、一応まあここを植えてね、年内最後で、あとはまあいろいろもろもろ片付け等残っておりますので、その辺やって、まあ大晦日と元旦ぐらいはちょっとゆっくりできればなというふうに思っておりますが、そんなこんなでね、今日はなんか母ちゃんが庄原市というところにねイルミネーションがあるんですけども、それが見たいっていうんでね、娘夫婦もね、まあ一緒にちょっと見に行ってこうかと思うんですが、まあ屋外なんでね、まあしっかりマスクと対策しとけばね、まあまあ田舎の山ん中じゃし、人もそんなにおらんでしょうから、まあソーシャルディスタンスは大丈夫と思うんでね、まあこのコロナ禍でね、ちょっと広島県いろんなことになっております、大変なことになっておりますので、正月もまあどっこも出れないんでね、まあ年末のイルミネーションぐらいちょっと
ね、連れて行っていこうかなというふうに思っておりますので、今日は特に何という内容はなくね、これがまたこんなことじゃ視聴回数伸びませんけども、まあまあただただマルチを張ってね、今から出かけますという報告動画になりましたが、まあたまにはこんなもん、まあでもあんまり年末でこんなしょうもないのもいかがなものかとは思いますが、まあたまにはこんな感じもご愛嬌というところで、今日はこの辺で終わりにしておきましょう。それでは皆さん、また明日。ハッピーチンゲン祭。イルミネーション寒いかな。